作品のタイトルはインアウトです。心の部屋がテーマなんですけど、その心の部屋を出入りするのが、本当は自由なんだよっていう意味を込めて、インとアウトっていう単語を並べて、その人次第でその心の部屋も変わってくると思うんですけど、僕の場合もともと持病でアトピーを持ってて、そういった体を持つことによって生まれるコンプレックスと社会の壁を、心の部屋に見立てて、でそれが結構異質なものだと感じたので、そのくらいちょっと陰鬱なものであるんですけど、旗から見たら結構滑稽だと思ったので、その雰囲気をそのまま写真できたらなと思って、35ミリフィルムを使ってもうずっと制作してきてて、3回戦の時からずっとフィルムを使ってたので、もう慣れてるので、それで半年撮影してましたね。いいとこは結構あって、撮影する時に結構構図とか、光のバランスだったりを見てこう撮りたいと思って撮るんですけど、デジタルだったらその自分が撮りたいものに、その撮りたい 100% に近づけていくっていう作業なんですけど、フィルムだとそれが確認できないので、それを後から確認した時に自分が思ってた 120% の出来だったりすると、それによってモチベーションが上がるので、すごいいいテンションで制作ができるっていうのがすごい一番のメリットですね。写真自体が結構えげつないぐらい、フィルムにしては自分の中ではすごい量が撮れて、もともと写真集も200ページぐらい作れそうだったんですけど、そこから56ページ、56枚の写真まで絞ったので、もうここ展示してるやつは大体がお気に入りではあるんですけど、その中で強いて言うなら一番左端の額の写真だったり、テンションがすごいいい感じで撮れてて、もう雑に雑にノリでノリで撮れて、僕の中でいい意味でまとまりすぎず、ちょっと崩れた感じで撮影できたので、撮ってる中の過程として一番気に入ってる写真ですね。3回戦の時からはずっとフィルムで制作してて、で最近そのインスタグラム通してのなんですけど、美容室とか、あとファッション系の依頼が、撮影依頼が増えてきて、その際にデジタルカメラを購入して、それで撮影することが多くなったんですけど、やっぱりフィルムの楽しさが忘れられないんで、仕事としての撮影が多くなってもフィルムを使う機会を続けていけたらなと思ってます。